富士見模型。富士見模型は、静岡県静岡市駿河区に本社を置く日本の模型製造会社である。正式称号は、富士見模型株式会社、通称は富士見。主にプラモデルの製造販売を行っている。富士見模型は、1948年、昭和23年に、静岡県清水市、現、静岡市清水区で、 富士見模型教材社として現富士見模型会長、斉藤萌一と後に今井科学を設立する今井栄一によって創業され、当初は木製模型等の製造販売を行っていた。1961年、昭和36年にプラモデルの製造に参入し、名称を富士見模型株式会社に変更した。当時は感染のモデル化に力を入れており、ロゴマークにも黒字に、 船のダリンをデザイン化したものが添えられていた。1960年代には、縮尺1-70で第二次世界大戦時の日米の戦闘機、1-50でジェット戦闘機やヘリコプターなどの航空機、1-550の日本戦艦と1-700の空母大砲、1-44から1-50の戦車及び各種スケールの城や寺院などのプラモデルを発売している。 また、1960年代初期には、戦艦や従順洋艦の木製ソリッドモデルも、プラモデルと共に販売されていた。1970年に発売された E-2 ホークアイから、航空機プラモデルの縮尺は1、72と1、48に変更され、旧発売の製品も1、72や1、48と表記されるようになった。 1971年には、静岡模型教材共同組合の一員として、タミヤ模型、長谷川製作所、陳太を文化教材社と共に1、700の幹線模型ウォーターラインシリーズの販売を開始している。同じ1971年には、すでに日本に輸入されて、人気を得ていたエアフィックスのオースケールミリタリーモデルに対抗して、1、 76スケールのワールドアーバーシリーズもスタートさせている。また、1970年代の半ば以降、1、20と1、24の自動車も主力商品の一つとして大量に発売されている。1983年に新たに価格帯に応じて、A から H にシリーズ分けされた1、72スケール飛行機キットの販売を開始し、 1990年代後半までに多くの製品を発売した。1988年には倒産した日東科学から1、76スケールミリタリーモデルの金型を引き継ぎ、ワールドアーマーシリーズに組み入れている。1992年に、富士見は静岡模型教材共同組合から脱退し、ウォーターラインシリーズから自社開発分の製品を引き上げ、新たに、 c w ェイモデルシリーズとして販売を行うこととなった。この脱退により残った3社は士見担当分の穴を埋めるために新たな製品の開発に着手し、士見もウォーターラインシリーズの枠組みにとらわれない製品開発が可能になった。平成29年7月24日、会社のロゴマークを現行の青文字ブロック体から茶色を基調とした筆記体に変更すると発表。 同年8月から新ロゴの使用を開始した。富士見の製品は、プラモデルとその関連商品、ディテールアップ用パーツなどに、ほぼ限定されており、現在の商品内容は、自動車、航空機、艦艇が中心であるが、アフフや、名城、建物、キャラクターモデルなども扱っている。シリーズ名や製品番号の変更が、比較的頻繁に行われ、 デカールや一部仕様を変更した限定版の販売も行っている。航空機は172スケールがメインであるが、148スケールと1144スケールの製品も扱っている。1990年代後半にはアメリカ MRC 社向けに開発された135スケールのヘリコプターをビッグサイズヘリの名称で国内販売していた。 判定は主に1、700と1、350で展開されている。武装や航空機などの共通部品や、エッチングパーツ、機関パンシールなどのディテールアップ用純正パーツも、両スケールに対応して発売されている。また1980年代初めには、集める軍艦シリーズとして1。 3000スケールの帝国海軍軍艦が50隻ほど発売され、軍港のジオラマキットも発売されていた。戦車などの軍用車両は主に1、76と1、72で展開されている。1、76は現在では少数派であるが、不死身の参入時にはミニスケールミリタリーモデルの主力であり、ほぼ同時期に日東科学教材も参入している。 当初は戦車を中心としたワールドアーマーシリーズと兵士のフィギュアとジオラマ用のアクセサリーを中心としたジオラマシリーズ2つのシーズを展開していた。また1970年代にはこのシリーズの車両やフィギュア、樹木のキット、カラーパウダー、ベースが入った情景模型セットワンカットシリーズ。ベースは立体的な馬球フォーム成形、10種類及びジオラマセットシリーズ。 ベースはプラ版2枚7種類も発売されていた。1987年に倒産した日東の製品を編入後、2つのシリーズは1つに統合された。1990年代半ばに新たにスペシャルワールドアーマーシリーズとして陸上自衛隊の戦車3種61式、74式、90式とタイガーアイコーキ型が発売され、旧製品は 76シリーズと呼ばれるようになった。ただし、旧製品の一部は、スペシャルワールドアーマーシリーズに組み込まれている。2010年より1、72でのモデル化を開始し、8月に1作目のドイツ軍用3トントラック救護車仕様を発売した。本製品は、オペルブリッツの模型であるが、商標権の関係で固有名詞は表示されていない。自動車の模型は、 富士身の主力商品であり、主に1-24で新旧の乗用車やチューニングカー、レーシングカーを数多く商品化している。ただし、1970年代までに開発された旧製品とそのバリエーションも多い。2000年代半ばからは1、1-20の F1 カーや1-32のトラックと観光バスもシリーズ展開されている。また、種類は少ないものの1。 16や1、12の大型モデルも作られており、1990年代には1、48の製品も作られていた。改造やディテールアップ用のタイヤ、ホイール、メタルマフラー、エッチングパーツ、デカールなども1、24用を中心に発売されている。また、頭文字 D、ワンガンミッドナイト、逮捕しちゃうぞ、何はともあれなど、 高段者系の作品を中心に、オーバーレブ。や、よろしく、メカドック、サーキットの狼など、自動車を扱った漫画作品の版権を取得し、登場する車両を再現したモデルも発売している。また、青島の板車に対抗して、アニメなどのキャラクターのデカールを加えた、キャラディーカールシリーズを展開している。初ネミクやエヴァンゲリオンをモチーフにした、実在のレーシングカーや、 レーシングオートバイと、その架空のバリエーションも製品化している。名城、建物の2つのシリーズで、日本の城や寺院、神社などの歴史的建物を製品化している。1960年代から販売されている、不死身を特徴づける製品の一つで、縮尺は様々、いわゆる箱スケールだが、鉄道模型の N ゲージと同じ一百150のものも、複数ある。 ストラクチャーキットとして、東京モノレール1000型とゆりかもめ7200系、働く乗り物シリーズとして、札幌市交通局3300系電車と未来型水上バスひみこを N ゲージに相当する1、150ス系で発売している。札幌市交通局3300系電車は、札幌時計台とセットにした雪みく電車バージョンも発売されている。 1970年代には、1、150スケールの SL、L 特急、ブルートレイン、寝台電車特急なども発売されていた。また1、45スケール、大ゲージ相当でモーター走行の C53 が発売されていた。国産プラモデル創成期の1960年代初期に、ギャラントメンのフィギュアやゼロ戦、タロー、イガ忍者などのオリジナルキャラのホッピングモデルを出しており、 1967年にはタイムトンネルを製品化している。その後、キャラクターモデルからは遠ざかってたが、1999年に完全進化な型で、ウルトラセブンに登場する TDF ポマイナス1ポインターの1、24、キットを売り、引き続き、マグマライザー、ハイドランジャー、1、700海底軍艦、高点号などを発売した。2001年には、 勇者特急マイトガインのグレートマイトガインを1144スケールでデルカシ新世紀エヴァンゲリオンに登場するカツラギミサトの愛車 A310 改めもフィギュア付きで発売している。また PC ゲームカノンに登場する月宮あゆのレジンキャスト製キャラクターフギュアを発売したことでも話題を呼んだ。2010年代に入ってからもウルトラマンに登場する小型ビートルや 映画、ブレードランナーに登場する飛行自動車、スピガー、仮面ライダーのサイクロン号などを製品化している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。